下路市を流れる日田川。日田川流域一貫開発計画とは、岐阜県を流れる一級河川である木曽川の支流、日田川を中心として行われた、大規模な水力発電計画である。1962年により開始されたこの計画は、古くは1911年より、日本電力、東方電力、日本発送電を経て、中部電力により進められ、 日田川の本流、支流に多数の水力発電所を建設。発生した電力を主に名古屋市を中心とした中京圏へ送電することを目的としており、23カ所の水力発電所で創出力114万3530キロワットの電力を生み出している。加護郡白川町、七草町、川辺町にまたがる秘密橋。 剣素な峡谷で、日田木曽川国定公園に指定されている。日田川は木曽川水系における最大級の支流である。乗倉岳と御岳山の中間、小説、映画、ああ、野麦峠で知られる岐阜、長野県境の野麦峠を水源とし、高山市を西、後に宮峠付近より南へと流れ、下ロ温泉で、名高い下ロ市を貫流 流域最大の支流、マゼ川を、下路市金山町の金山橋付近で合わせた後は、むね南西に流路を取り、美ノ加茂市において木曽川に合流、太平洋に注ぐ。流路延長約 148.0km、流域面積約2177平方 km の河川であり、規模としては、木曽三線に包括される伊比川、長良川に匹敵し、 特に流域面積については、木曽川水系では、最大の面積を有する。なお、かつては、源流の野麦峠から混ぜ川合流点までを、マスダ川、混ぜ川合流点より木曽川合流点までを、飛田川と呼称していたが、1964年に、河川法が改定され、水系一貫管理の観点から源流より木曽川、 合流点までの全域が1965年に、日田川と解消された。日田川は、流域のほとんどを山地で占め、本流は、日田基礎川国定公園に指定されている中山七里や、秘密橋といった、謙阻な峡谷を形成しており、おおむね急流である。また、日田山脈をはじめとする、豪雪地帯が、流域の大半を占めるため、 年間の走行水量が約2500ミリとタウ地帯でもある。このため急流、高落差、豊富な水量という水力発電開発の好条件を全て備える河川であり、只見川や黒部川、昭川、熊野川などと並んで、明治時代より水力発電の公的地として注目されていた。日田川における河川開発はそのほとんどが、 水力発電に基づくものである。日田川の水力発電事業は1911年にその第一歩が記され、日本電力、東方電力の開発競争、日本発送電による国家管理を経て戦後中部電力が一貫開発計画として大規模に推進していった。ここでは日田川の電力開発史を時系列に記述する。 東海地方発の長距離送電に成功した長良川発電所。1910年運転開始。木曽川水系における水力発電事業の初見は1898年に、当時の八幡水力電気が長良川の支流である吉田川に動く小規模な発電設備を設けて、愚城群八幡町、河井村に電気を供給したのが最初とされている。 その後名古屋電灯が1910年に長良川発電所を稼働させ、発電所から名古屋市まで5 2トルの長距離送電を開始する。当時は日清戦争、日露戦争に伴い工業が発達、それに伴い電力需要が急増していたためこれに対応するための電力開発が日本各地で盛んに実施されていた。基礎川水系は、 水力発電の公的地として、画然注目されていたが、その中でも、日だ川は特に開発地点として、魅力的な河川であった。日だ川では1914年6月、マスダ郡小坂町にある製材所の用水を利用した、河井田発電所が、小坂伝統によって、運転を開始し、付近の90個に電力を供給したのが、最初の水力発電事業である。 その後、日田川流域において、各集落ごとに、自家発電用の発電所が建設され、それと同時に、小坂電灯をはじめ、日田電灯、下路強立電気、スケミ川水力電気など小規模な電力会社が、設立され、日田川流域における電化は徐々に進行した。こうした中で長良川発電所の建設に携わった、小林重政は、 当時大阪電灯とのシェア競争にしのぎを削っていた宇治川電機の招きを受け、1911年に関西電力の設立に際し、発起人の一人として参画する。関西方面に電力を供給するため、飛騨川の河水を利用しようと気としていた宇治川電機は、岐阜、名古屋間の長距離送電に成功していた小林の技術を利用して飛騨川と京都間の 送電網を確立させ、大阪電灯とのシェア競争に勝つという思惑を持っていた。小林は、平川における本格的な水力発電開発を目指し、瀬戸発電所、久ぐ野発電所など4地点の開発申請を同年、河川管理者である岐阜県庁に提出した。この小林の計画案は、例えば、 瀬戸発電所については現在運用されている瀬戸第一発電所とほぼ同様の計画であり1910年から1913年まで当時の低震章によって実施されていた第一次水力発電調査よりも正確な計画であったとされている第一次世界大戦勃発以降電力需要はさらに増加の傾向を見せこれに対処すべく宇治川電気は 中部山岳を流れる河川の水力発電開発を促進し、関西方面に電力を供給するための新会社、設立を1919 19年に行った。これが日本電力であり、発足後直ちに小林が計画した4発電所の着手に向けて動き出す。一方、名古屋伝統などを九州合併して東海地方に基盤を築いていた。 東方電力は当時飛騨川の発電用水利券を保有していた岐阜工業に役員を送り込んで将来的に合併させる方向で1922年岐阜電力を設立し飛騨川の開発に当たらせたこうして飛騨川の水力発電開発は日本電力と東方電力による開発競争時代に移行する桜発電所の取水元である桜ダム 1936年完成。瀬戸第二発電所の取水元である西村ダム。1938年完成。下原発電所の取水元である下原ダム。1938年完成。東方電力と大道電力の共同事業として建設された今渡りダム。1939年完成。日本電力と 東方電力による日田川の電力開発競争は、まず、日本電力が一歩先に開発に着手した。小林が計画した、瀬戸第一、混ぜ川、小坂、久久のの4発電所計画を1911年岐阜県庁に申請し、1920年に申請が許可され、直ちに工事が開始された。まず、瀬戸第一発電所の工事用動力源となる、 竹原川発電所の工事に着手、マスダ郡竹原村を流れる日田川支流の竹原川に取水石を設けて、最大920キロワットの電力を発生させ、瀬戸第一発電所の工事現場に送電するという目的であった。竹原川発電所は1921年10月に、工事許可を得るとわずか1年後の1922年11月に、 運転を開始した。竹原川発電所完成後日本電力は計画の数軸となる瀬戸第一発電所の建設に着手。マスダ川西村の日田川本流に取水石である瀬戸ダムを建設し、6600件の導水路で発電所に導水し2894キロワットを発電する計画であり、1924年3月に完成した。 続いて、小坂発電所の建設に着手。途中送電線の用地買収や軟弱な地盤による難工事で工期が長期化し、1920年の工事着手より6年を費やし、1926年11月、出力1万8 0 0 0ットの発電所として運転を開始。小坂発電所完成後に今度は、混ぜ川発電所の工事に着手。 瀬戸第二発電所と名称を変更し、混ぜ川上流に西村ダムを建設、そこから全長9キロメートルのトンネルで日田川に、導水して、最大2万1000キロワットを発電する計画とした。一方、東方電力は、岐阜電力に開発を委託し、1919年6月に、日本電力の瀬戸第一発電所より、下流の日田川において発電用水利券を、 獲得すべく、岐阜県庁に申請。翌1920年に日田川第1、第2、第3発電所計画が許可されて、工事に着手した。この3発電所は、その後金山、日田川第1、日田川第2発電所と名称がそれぞれ変更され、さらに金山発電所計画より、下原発電所計画が分離。日田川第1発電所は、 七層発電所と、倉発電所に分割。日田川第二発電所は、上浅尾発電所に名称が変更された。東方電力が最初に着手したのは、日田川第一計画が分割してできた、七層発電所で、助見川合流点の直上流に取水石である、七層ダムを建設。その下流に発電所を建設し、最大5650キロワットを発電する。 計画で1923年1月23日運転を開始。続いて、上朝尾発電所の建設に着手する。白川合流点の下流に取水石である、上朝尾ダムを建設、途中支流の舗装谷に建設された舗装谷ダムを経て、鴨組七総長上朝尾の秘密橋に発電所を設け、最大2 4 3 0 0ットを発電する。 当時、日田川最大の発電所となった、上浅尾発電所は1926年10月29日に、運転を開始した。続いて、まぜ川合流点直下流に建設する、大船渡ダムを、取水元とする、出力6 4 2 5ットの、金山発電所と下原ダムを、取水元とする、出力1 9 4 5 1ットの、 下原発電所が1926年より着手されたが、ここで日本電力の計画と東方電力の計画が衝突する。日本電力は戦術の通り混ぜ川に西村ダムを建設して日田川へ同水する瀬戸第二発電所の建設を進めていたが、これは東方電力が下原発電所の推理検申請を行った5年後の1930年に、 計画を変更したものであり、下原発電所の新生児とは異なる計画であった。この計画変更に沿って、瀬戸大人発電所が建設されると、下原発電所は工事の大幅変更を迫られるほか、この後東方電力が計画していた東村発電所計画は、費用対効果の面で計画が成り立たなくなる。東方電力と、 日本電力は4年間協議を重ね、瀬戸第二発電所の方が発電効率が良いことから、東方電力は東村発電所の計画を中止し、下原発電所については、混ぜ川ではなく日田川の水量を増加させて発電するという日本電力に有利な条件で妥結した。ただし、日本電力は1日たりとも発電所工事の遅延が許されなくなり、 遅れた場合は総応の賠償金を東方電力に支払うという取り決めも同時に交わされている。日本電力は期日通り、瀬戸第二発電所を1938年10月に完成させ、東方電力も下原発電所を同年12月に完成させている。日本電力は瀬戸第二発電所の運転開始により、 日田川流域での開発に一区切りをつける。その後東方電力は岐阜電力を合併し、直接、日田川の開発に乗り出す。鴨郡白川町の日田川に建設した、倉ダムを、取水元とする、出力1 9 6 7 8ットの名倉発電所を1936年に完成させ、開発の手を日田川再下流部に伸ばす。まず、 鴨郡川辺町の日田川本流に川辺ダムを建設し、出力2 6 5 0 0ットの川辺発電所を1937年3月26日に完成させ、さらに発電による放流で流量が不均衡となり、下流への離水や河川環境への影響を防ぐための逆調整地を建設するため、日田川と木曽川の合流点にダムを建設する計画を立てた。しかし、 ここで今度は、木曽川本流の水力発電事業を進めていた、大道電力と衝突する。大道電力はすでに、落合ダム、大井ダム、笠木ダムといった、発電用ダムを木曽川本流に建設しており、大井ダム建設に際して、宮田用水取水口が水没することから、下流の宮田用水、木津水を介して、灌えの恩恵を受ける農家との間で、 宮田用水事件という水利権問題を抱えていた。この水利権問題解決と逆調整の目的をもって、東方電力と同じ地点にダムを建設する構想を立てていた。このため事業の調整が必要となり両者は協議を重ねるが、農美平野の重要な水源である基礎川の水利用において、計画中のダムは重要な役割を果たすため速やかな思考を、 河川管理者である岐阜県知事より求められた。両社は発電用水利券をそれぞれ提供し、共同事業としてダム及び発電所の建設に取り掛かり、1939年に完成させた。これが今渡りダムと今渡り発電所であり、現在は関西電力が管理している。こうして大正・昭和初期における飛騨川の水力発電開発は、 日本電力、東方電力、大道電力という当時の五大電力会社のうちの三社が事業に絡み合う複雑な様相となっていた。しかしこの間日本は満州事変移行急速に戦時体制に向かっており、電力事業も次第にその影響を受けるようになった。日本発送電が計画した旭ダムと旭発電所。1953年完成。 朝日ダムとの間で貯水を融通して日田川下流の発電所出力を増強させる秋神ダム。1953年完成。国家総力戦を史上命令に政治の主導権を掌握していた東条秀樹などの軍部統制派の圧力に、こうしきれなくなった第一次、この江内閣は1938年1月第73回帝国議会に、 電力国家統制のための三法案を上提。東方電力社長であった松永安左衛門が電力業界の猛反発を抑えて国家総動員法などとともに電力管理法、日本発送電株式会社法ほか一法案を成立させ、これに沿って1939年日本発送電を発足させた。半官半民とうってはいたが、経営。 人事のすべてを内閣が握っており、事実上国家による電力管理が開始された。日本発送電は、出力5 0 0 0ット以上の水力発電所及びダム、出力1万キロワット以上の火力発電所、重要な送電、変電設備を管理し、発電と送電を一括して実施すると同法で定められ、これに伴い、日本各地の発電、送電、 変電施設は出資という形で強制接収された。日田川に建設された水力発電所についてもこの例に漏れず接収の対象となった。1941年配電統制令の発令に伴い日本全国の電力会社が解散させられ旧配電会社に再編されたがこの年の5月日本電力と 東方電力が所有していたすべての水力発電所とダムが日本発送電に接収されすべて国直轄管理となった。日本発送電は接収後日田川の水力発電事業について日田川上流部の大野郡朝日村に大規模なダム式発電所の建設を計画する。これが旭ダムと旭発電所であるが 太平洋戦争の激化に伴い建設物資が不足、事業は中断したまま終戦を迎えた。戦後の1946年6月、日本初送電は朝日村に現地事務所を設置するが、設置当初は養蚕小屋を借りて業務を行うという状況であった。その中で、 基礎的な資料収集を行うが1948年日本初送電は戦時体制に協力した独占資本であると連合国軍最高司令官総司令部より過度経済力集中排除法の指定を急配電会社と共に受け以後電力再編成について政界や財界を巻き込んだ激しい論争の課中に叩き込まれた最終的に旧東方電力社長で 電気事業再編成審議会委員長である松永が提案した旧ブロック分割案が GHQ に受け入れられ、1951年、ポツダム政令として電気事業再編成令が発令。日本初送電と旧配電会社は発電、送電、配電を一括で行う旧電力会社として分割、民営化された。中部地方では、 日本初送電東海支社と中部配電が合併する形で中部電力が誕生する。しかし発電用水利圏の貴族に関しては、旧日本電力、旧大道電力の流れを組む関西電力との間で基礎川水系の水利圏貴族について紛糾する。豊富な水量と高落差を有し、 未開発の水力資源が多く残存する、木曽川水系の水利権貴族は、北陸地方の河川と同様に大いに揉めた。最終的に、公益事業委員会の裁定によって木曽川本流については、関西電力、長良川、伊比川そして飛騨川については、中部電力が水利権を継承することで決定し、以降飛騨川の水力発電所とダム。 そして発電用水利券の一切は、中部電力が所有することになり、現在に至る。久具の発電所。1962年運転開始。高根第一発電所の上部調整地。高根第一ダム。1969年完成。日田川流域の水力発電事業を継承した中部。電力は、日本発送電が調査していた旭発電所と、 ダム工事に着手する。当時電力施設は空襲による破壊や国士による故障、新規開発の停滞により従前の電力供給を図れなかった。反面電力需要は民需用電力の使用制限が解除されたことで爆発的に増加、結果需給バランスが崩壊して頻繁な停電を伴う深刻な電力不足に陥った。 このため大規模な貯水池を有する水力発電所を建設することで年間を通じ安定した電力供給を行い当時石炭不足で稼働率の低かった火力発電所に代わる主力設備として大規模なダムを要する水力発電所の建設が日本各地で盛んに行われるようになったさらに流域間で 効率的な水の利用を行うことで、すでに運転している、水力発電所の出力や、年間発生電力量を増加させることも、電力供給上重要となった。このため、ひだ川流域でも戦前とは異なり流域全体で、 水力発電開発計画を進める必要が生じ、朝日発電所の建設などを経て1962年流域全体の大規模水力開発計画を立てた。日田川流域一貫開発計画である。まず朝日発電所については、日田川本流に朝日ダムを、支流の秋上川に秋上ダムを建設し両方の 貯水池より導水した水を発電所に送り、2500キロワットの発電を行う。朝日発電所は1953年に、両ダムと共に完成、運転を開始。続いて、小坂瀬戸第一発電所間に残された落差を有効利用するための東条電発電所の建設が、 始まり、日田川本流の旧小坂町東上田に、東上田ダムを建設して発電する、水路式発電所として1955年運転を開始。さらに小林重正が発案し1920年に、水利権使用許可を得ていた久具野発電所は1960年より、朝日ダムの直下流に久具野ダムを建設。 トンネルによって、大野郡久久野町の発電所に送水するという計画で、1962年に運転を開始した。朝日、東上電久、久野の三発電所は、河川の流量が減少する陶器の滑水機にも安定して発電し、電力需要のピークに対応可能とするため、建設されたが、1960年代に入ると、 大容量火力発電所の建設が活発になり、次第に電力開発の主眼が水力から火力へ移行する非門答重時代になりつつあった。また原子力発電も実用化され始めた。こうした火力発電や原子力発電は高出力運転を継続しなければならないため、緊急時速座に出力を増強する運転は困難であった。これを補い火力。 原子力との連携を図る上で注目されたのが、溶水発電であり、1965年7月には、従来の日田川流域一貫開発計画を、拡充した日田川150万、キロワット一貫開発計画を立案。その根幹事業として計画されたのが、高根第一、第二発電所である。日田川本流最上流部の大野郡高根村に、 高根第一ダムと高根第二ダムを両ダムの間で用水発電を行う高根第一発電所と高根第二ダムを取水元とする高根第二発電所をそれぞれ建設して増加する電力需要に対応するというものである。両発電所は1969年に運転を開始し、日田川流域における電力発生量は大幅に増加した。なお、 高根第一ダムは、日田川流域における、唯一のアーチ式、コンクリートダムであり、高さ133.0メートルは、日田川流域随一を誇る、大規模なダムである。混ぜ川第一発電所の上部調整地、岩屋ダム。東海三県の水亀でもある。1976年完成。まぜ川第一発電所の下部調整地、まぜ川第二ダム。 1976年完成。上浅尾ダム湖にある水資源気候白川取水口。ここから木曽川用水が取水される。戦後の河川開発において重要だったのは電力開発だけではなくカスリーン台風を皮切りに連年日本を襲った水害に対応するための治水と極端な食料不足に対処するための灌溉整備があった。 経済安定本部は、基礎川のほか日本の主要重水系を対象に1949年、多目的ダムを軸とした、止水対策である河川改定改修計画を、農林省は1948年より、国営農業水利事業を策定し一河川単独では、なくテネシー川流域開発公社を模範とした、水系全体での河川開発を施行していた。第三次。 吉田内閣は、こうした河川総合開発事業をより強力に推進するため、1951年国土総合開発法を制定し、日本各地で22地域を選定した特定地域総合開発計画を立案する。飛騨川を含む基礎川水系では1951年に基礎特定地域総合開発計画が閣議決定された。 この計画において日騨川流域は主に水力発電を主眼とした河川開発が計画され、その中で朝日、秋上、区具の東上電の核ダム発電所計画が明記されているが、翌1952年3月には建設省中部地方建設局により基礎川水系流域計画が策定され、基礎川をはじめイビ川、長良川、日騨川に 洪水調節を目的としたダムの建設が計画された。これにより、木曽川水系には、品野川水系との同水を含む15カ所の多目的ダムを建設して、地水と考え、そして水力発電を行う方針に変更され、その手始めに、関西電力が発電専用として建設していた丸山ダムが、地水目的を持つ多目的ダムに変更されている。 中部電力が手掛けていた日田川流域においても5カ所の多目的ダム計画が立てられた。日田川本流にくたみダム、支流の小坂川に落合ダム、混ぜ川に岩屋ダム、藁川に岩瀬ダムが新規で計画され、中部電力が施行していた朝日ダムについては規模を拡大して、治水、灌溉目的を追加するというのが計画の骨子である。 くたみダム建設により、上朝尾発電所は、取水口である、上朝尾ダムが水没するが、代わりにくたみダムが新たな取水元となり、出力も7 2 0 0 0ットに拡充される。その反面、朝日ダムについては、地水容量や、管外容量が増設されるため相対的に、発電容量が減らされ、出力も1万9 0 0 0ットに減少する。 しかしこれらのダム計画はいずれも立ち消えとなり、日田川の開発は中部電力による戦術の計画が進められた。日田川流域において再度の総合開発計画が登場したのは高度経済成長が本格的となる1963年のことである。まず高根第一ダムの多目的ダム化が検討されたが、費用対効果の面で断念され、 次に、マゼ川において、総合開発計画が検討された。すでに、基礎特定地域総合開発計画において、マゼ川本流に、岩屋ダム計画が検討されたが、中部電力は、高根第一、第二発電所に次ぐ用水発電開発地点として、この岩屋地点に注目していた。 そこへ木曽川中流部への考えを目的とした木曽川総合揚水事業を農林省が計画岩屋地点に考え用ダムの建設を考えたことから1968年通商産業省は考えと水力発電を目的とした総合開発計画として岩屋地点を正式に採択岩屋ダム計画が復活するところが今度は 宗教圏の水需要増加に対処するため、基礎川水系が1965年に水資源開発促進法による開発水系に指定されたことで、水資源開発公団が岩屋地点を開発対象に選び、さらに伊勢湾台風以後の基礎川水系治水対策として、建設省が1966年に特定。 多目的ダム法に基づく岩屋ダム計画を発表したことから、事態は複雑になり、関係各省庁との接触が長期化した。一時は、電源開発促進法に基づき電源開発が事業を担当するという案も出されたが、建設省、農林省、通商産業省、経済企画庁、中部電力の間で調整が図られた結果、水資源開発公団が、 事業主体、中部電力は、電気事業者として混ぜ川総合開発事業である、岩屋ダム計画に参加することが1968年10月総理府、国時代35号で公示された。岩屋ダムは、平川流域最大の総貯水容量を有する、多目的ダムとして建設され、岐阜県、愛知県、三重県北部の水亀として1976年、完成する。 ダムの施工は、中部電力が担当し、揚水発電である混ぜ川第一発電所と、逆調整地兼揚水発電の下部調整地として、混ぜ川第二ダムを直下流に建設。混ぜ川第二発電所を同時に建設して、夏季の電力需要ピーク時に対応する体制を、整えた。なお、岩屋ダムを水源とする基曽川用水は、上浅尾ダム貯水地において取水され、 農備平野の農地へ灌漑用水を供給する。なお、河川法改定により発電用ダムなどの利水のみを目的とするダムにおいても治水に対する責務が明確化されたことで、1965年の河川法施行令や1966年の建設消火川局長通達、伊達川発第178号が施行され、具体的な治水対策が明文化された。 中部電力管理のダムでは、大井川本流の畑、定第一ダム、畑、定第二ダム、井川ダムが通達第一類ダムに、天竜川本流の安岡ダム、平岡ダムが通達第二類ダムに、大井川本流の奥泉ダムが通達第三類ダムに指定された。木曽川水系でも水資源機構の牧尾ダムが第一類、木曽川本流の関西電力落ち合い、大井。 笠木ダムが第二類に指定されたが、日田川流域については、最初から目的に洪水調節がある岩屋ダムと大河、ホラダムを除き、中部電力管理の発電用ダムについては通達で、どの分類に指定されているかはつまびらかではない。1987年に完成した新神谷産発電所。右側は神谷産発電所。混ぜ川第一。 第二発電所の完成によって、大規模なダムによる、水力発電開発は峠を越える。1977年より、水路式発電所である、中流発電所の建設が開始されたが、この発電所は、瀬戸第一発電所や混ぜ川第一第二発電所の放流水を有効に活用して、発電に利用するため建設されたものである。 マゼ川とヒダ川を結ぶ長さ 6.6km のトンネル工事は、アテラ断層に阻まれ難航したが、翌1978年に運転を開始した。1983年には、支流の小坂川に小坂川発電所が完成するが、この小坂川発電所完成をもって、新規の水力発電所建設は終了し、以後はすでに建設された。 水力発電所の再開発へと軸足を移す。大正時代に建設された瀬戸第一発電所などの水力発電施設は長年にわたる使用によって老朽化が進んでおり、またそれ以降に完成した水力発電所との連携を図る上では施設を改築することでより効率的な発電を行うことが可能となる。1982年に 七層発電所の近傍に新七層発電所が、1987年には、上浅尾発電所の隣に新上浅尾発電所が、完成し、増え続ける、電力需要に対応している。また2003年には、瀬戸第一、第二、下田大船と、七層、スケミ川の各発電所の設備が改修されている。現在、日田川流域に存在する。 水力発電所は23カ所に上り、その創出力は1 1 4 3 5 3 0ットに達し大規模新ア火力発電所一気に匹敵する。日田川流域が持つ放送水力は1956年に通商産業省が実施した第4次水力、開発調査によれば1 1 6 7 5 6 0ットあり。 新上浅尾発電所完成とその後の発電所改修により調査で示された放送水力の97.9%が開発され、ほぼ水力資源は開発され尽くしている。したがって、現時点で新規に開発が予定されている水力発電所計画は存在しない。また、支流の透け川に高さ十七点零メートルの透け、川ダムを建設し、 出力 15,700kW を発電する、新助三川発電所計画をはじめ、新朝日、新東上電、直賀、大原、新桜、中麻生などの水力発電所計画があったが、費用対効果や地元の了承が得られないなどの理由で、構想のみ、あるいは計画が中止している。日田川流域一貫開発計画は、所定の目的が、ほぼ達成され、 新上浅尾発電所の運転開始をもって事実上完了した。また、謙査な日田川の地形や厳しい気候環境の中で実施された大規模な開発計画であり、この計画遂行により合計138名の労務者が労働災害で殉職している。名古屋市など東海地方の発展に寄与した計画の陰で日田川に命を散らした人々がいたことは、 記憶に留めておく事実である。下表は現在、日田川流域で運転を行っている、水力発電所と、取水元のダム、石について、一覧にしたものである。なお発電所、石データは、日田川流域の文化と、電力 P878 及び、社団法人電力土木技術協会、水力発電所データベース、ダムデータは、財団法人日本ダム協会、 ダムビンラン岐阜県のダムより利用する。また単位については常時、認可出力は、キロワット、ダムの高さは、メートル、早朝水容量は千立方メートルである。日田川流域一貫開発計画で建設された、水力発電所で生み出された電力は、いくつかの高圧送電線を経由して、名古屋市、長野県方面、北陸地方に送電されている。 1954年5月に最初に完成した、納碑幹線は、旭発電所から日田川本流の核発電所を経由して、川辺発電所に至る全長 86km、15万、ボルト2回線、鉄塔159基の送電線網である。核発電所で発電された電力は、川辺発電所から愛知県岩倉市にある岩倉変電所を経て、 三重県四日市市にある三重変電所まで送られる。農費幹線の完成直後には、北陸方面へ電力を融通するために、北陸連絡線が完成する。これは、朝日、久具の発電所の中間点付近より分岐して北上し、富山県へと至る、全長2 5キロメートルの幹線である。建設については、北陸電力と工事費を折半して施行された。 これにより、平川の電力は、北陸方面にも融通されるようになった。1969年には、高根第一発電所建設に伴い、超高圧送電線として、高根幹線が建設される。この幹線は、全長 91km、27万ボルト2回線、鉄道222機の送電線網であり、 高根第一発電所から混ぜ川第一発電所を経て、岐阜県関市の関開閉所へと至る。さらに1970年10月には、高根第一発電所を起点とする高根中心1号線が、完成する。これは、高根第一発電所から、野麦峠を越えて、長野県塩尻市にある、中心変電所へ電力を送電する全長4 8トルの、 送電線網であり、完成によって、今度は、長野県へも、日田川の電力が送電されることになった。1973年には2号線が増設されている。これにより、高根幹線は、長野県塩尻市から日田川流域最大級の水力発電所である、高根第一、混ぜ川第一発電所を経由して、 岐阜県関市へ至る町大送電専門になった。1926年に完成した上浅尾ダム。日田川バス転落事故救助活動で大きな役割を担った。事故現場棒に混流された慰霊碑天津白菊の塔。1968年8月18日、折からの集中豪雨によって日田川沿いの国道41号を走っていた。 観光バス2台が、上浅尾ダム直下の日田川に、転落、104名の死者を出す日本の、バス事故史上最悪の事故が発生した。日田川バス転落事故である。この事故に際し、人命救助の観点から日田川流域一貫開発計画で、建設された、ダム、発電所が異例とも言える操作を行っている。事故当時の日田川は台風崩れの豪雨によって水位が、 大幅に増水しており、かつ秘密橋という謙遜な峡谷に、バスが転落していたため、バスの引き上げと乗客の救助活動は、難航を極めていた。陸上自衛隊森山駐屯地をはじめ岐阜県警、消防などが、救助活動に当たっていたが、日田川流域のダムや発電所を管理する、中部電力も要請を受けて、岐阜支店長を、 本部長として、社員のべ380名、管理用、集定350層を動員して、支援体制に入っていた。しかし、濁流渦巻く日田川の救助活動が難航を、極めていることもあり、事故翌日の8月19日に、上浅尾発電所の全取水発電を行って、ダム下流の水位を下げ、転落した2台のうち1台の引き上げを支援した。 しかし川の中に没している残り1台の救助は、水位がかなり低下しない限り困難であった。8月21日中部電力は、本社会議を行い、救助活動援護を目的に、上朝を、倉の両発電所とダムを利用して日田川の水位を極限まで下げる、水冷作戦の実施を決定、創作本部連絡会議で提案し了承された。まず、 上浅尾ダムの貯水をすべて放流して貯水池を空にし、上流にある、倉発電所では、全出力運転を行い、取水口である、倉ダムに極力貯水する。上浅尾ダムが空になったところで、倉ダムから放流を行い、上浅尾ダムはゲートを、全閉ざして、可能な限り洪水を貯留、同時に、上浅発電所が、全出力運転を行い、 ダム湖から取水することで水位の上昇を抑える。この上浅尾ダム全閉操作により水がなくなった、飛騨川に捜索隊が入り残る一台を捜索するという内容であった。ダムとはいえ上浅尾ダムは極めて小規模でかつ、止水容量は有しないことから、一歩間違えればダム決壊につながる操作であるが、飛騨川の流量が正常に戻るまで待つことが許されないため、 ダム管理上異例の捜査が8月22日より8月23日までの2日間に、渡り、岐阜支店長の指揮下で行われた。ダムが全閉捜査を行ってから満水になるまでは30分しか、時間の余裕がなかったため、捜査は反復して行われた。その30分間に、海上自衛隊横須賀基地の潜水部隊と、陸上自衛隊豊川駐屯地施設大隊によって、 残る一台が引き上げられた。しかし、乗客のほとんどは下流に流されていたため、今度は下流にある、川辺ダムの全放流操作を1937年の完成以来初めて実施、ダム湖である秘密湖を空にして、捜索活動を支援した。大正時代より飛騨川の開発に携わり、地形や水門データが蓄積していることが、 このような異例の放流操作を行えた要因となっている。なお、事故地点付近に建立された異例碑、天津白木区の塔は、神浅尾発電所職員による清掃活動が月齢奉仕として現在も続けられている。日だ川流域一貫開発計画において建設された発電所やダムは多数に上るが、建設に伴う。 地元住民との保障問題の解決は避けて通れない課題であった。ダム建設によって故郷が水没する住民への一般保障、漁業が盛んな飛騨川の漁業保障、発電所の取水と灌溉用水取水との整合性が問題となった農業保障など、いくつもの保障案件が山積しており、その解決には相応の努力が必要であった。 計画進行による住民の犠牲は、こうした大規模河川開発における最大の問題となっている。日田川流域のダム開発において、住民の移転を伴う一般保障が実施されたのは、川辺発電所、ダムの23個が最初である。下表は発電所、ダム建設によって移転を余儀なくされた住民の個数である。川辺ダムについては当時は、 東方電力が施行しており、電力開発の国家的重要性を解いて、最終的には、円満解決されたと、日田川流域の文化と電力で述べられているが、詳細は不明である。戦後最初の保証案件となったのは、朝日発電所と、朝日ダム秋上ダムにおける、一般保証であり、両ダム合計で66個水没することになった。当初は、 朝日村や久区野町といった関係自治体はダム建設を歓迎、朝日ダムに水没する。地区住民も概ねダム建設は否定的ではなかったが、1951年に発電効率工場のため高さを一律12メートル高くすると発表したところ、当初の水没個数24個に加え42個が新たに水没するため住民は上がって反発。 当初、融和的だった朝日村や久久野町もダム建設に否定的な姿勢を見せ、保証交渉は深夜に及んだ。最終的には、草壁連一鉱山市長や日田選出の前田、吉尾岐阜県議会議員、高山商工会議所が大替地を圧戦することで解決した。東上電発電所、ダムでは当時タゴソーダム保証事件を、はじめダム保証交渉において、 高額の保証金打結が報道されていたこともあり、住民は高額の保証金を要求。一時は、事業者の中部電力が、発電所建設を断念して、大井川水系の開発に軸足を移そうとするなど、決裂寸前に至った。この時期は、水源地域対策特別措置法などの、水没住民に対する法整備が未熟だったこともあり、 岐阜県当局や周辺市町村の圧戦により解決が図られるケースが多かった。高根第一第二発電所と高根第一第二ダムの保証交渉では1963年に閣議決定された電源開発等に伴う損失保証基準が策定されたことから基準に沿った保証交渉が実施されたが高根第一第二については 多額の保証金受取による住民の生活基盤崩壊を防ぐため現金に代わり、社債を提供して堅実な資金運用を提案、水没する69個のうち64個が応じている。マゼ川第一発電所、岩屋ダムでは、水没個数が157個と多数に上り、保証交渉を担当した中部電力と地元住民の間で水没見舞い金の支給をめぐり当初は、 激しい対立があった。しかし、岐阜県が水没見舞金の提示に前向きな姿勢を示した段階から、住民の態度も難化。岐阜県、松田郡金山町長の圧旋また水没はしないが、ダム建設によって地域から地理的に孤立する少数、残存者保障を受け入れるなど事業者側も譲歩したため、住民側も事業者側の提示する保障基準に合意。 水没住民の移転を含め、大規模なダムとしては、異例の3年目で交渉が打結している。ダム規模が同等で当時激しい反対運動により、事業が長期化していた八場ダム、大滝ダム、川辺川ダムなどと比べほぼ円満な解決であり、水没予定地には、ダム反対運動によく見られる、ダム反対の看板や登りが全く見られなかったという。一般保障については、 水源地域対策特別措置法といった法整備がない状態であったが基本的には流域自治体が電力開発に理解を示し交渉打結のために様々な圧旋を行ったことが頑強な反対運動にまで発展しなかった理由である。一方公共保障については保障金という名目で学校や消防施設、 医療機関の建設や道路、上下水道の整備などが中部電力の負担で実施され、特に道路については劣悪だった道路事情の改善に寄与している。またダムや発電所建設に伴う固定資産税収入は自治体の財政において無視できない位置を占め、1974年には電源散放が施行され、 特に発電用施設周辺地域整備法については、完成して、年月の経過した、発電所も対象になることから、自治体の公共事業整備に役立っている。その反面、多くの住民が移転したことにより過疎化が進行。旧朝日村では60個300名が、高山市などに移転したため急激に人口が減少。旧高根村では、 人口の16.5%、世帯数の16%にあたる65個350名が、やはり、高山市などに移転し、過疎化に拍車をかけ、旧金山町では152個836名、旧混ぜ村では特に下山地区が25個155名の、集落全体が、石市などへ移転。これらの地域では深刻な過疎化を招いている。 河川維持放流を行う東上電ダム。1954年完成。濁水問題を契機に設置された朝日ダムの表面、取水設備。秋上貯水池。大物のアマゴが多く釣れる。日田川は流域のほとんどを産地で占めているが、植生は良好で水源管用も保持されていた。これが水生昆虫や草類の繁殖を促し、 さらに魚類が生息するという好循環を生み出していた。日田川や支流の混ぜ川は、鮎釣りが特に盛んなほか、イワナ、アマゴ、ウナギ、鯉など豊富な漁業資源を有する河川であった。しかし水力発電所、特にダムを建設することで鮎などの遡上する魚類が、深刻な影響を受けるほか、工事中の濁水で、 河川環境が悪化するなど漁業で生計を立てる関係者にとっては死活問題であり日本各地のダム開発では漁業権を保有する漁業共同組合との漁業保障交渉が特に困難を極めていた。日田川でも例に漏れず漁業保障は一般保障に比べはるかに交渉が難航した。日本電力や東方電力が競って開発を行っていた大正時代は 日だ川に、漁業共同組合は存在せず、また、ダム自体の高さが低く抑えられていた。さらに、岐阜県当局が、ダム建設を許可する条件として、漁道の設置を義務づけていたため、神谷佐七層、大船渡などのダムには、漁道が設置され、漁類の訴状には支障をきたしていなかった。しかし戦後に入ると、小坂ダムを境に上流を増す田川上流漁業、 共同組合、下流を増田川漁業共同組合、再下流部を飛田川漁業共同組合が、第五種共同漁業免許を取得して、漁業権を管理。混ぜ川でも、混ぜ川上流、下流漁業共同組合が漁業権を管理しており、漁業資源が水備するダム、発電所建設には、頑強に反対した。特に戦後のダム建設は、朝日ダムなど、漁道の設置が、 物理的に不可能なハイダムを多く建設していたことからより解決が困難になっていた。朝日ダムから始まった漁業保障交渉は漁道の設置可否をめぐり意見が対立。最終的に漁道を設けない代わりに東上電ダムでは漁業資源保護のための河川に持放流を行い、また、増田郡萩原町に岐阜県水産試験場を 大垣市から誘致し、養殖を促進するなど対策を行って打結した。しかし1965年7月日田川流域を、集中豪雨が襲い、朝日ダムに合流する警告で、崖崩れが多発。それが原因で濁水が流れ込み数年にわたって、日田川が濁る、朝日ダム濁水問題が発生した。日田川の洛水は年を追っても一向に解決する、気配を見せず、 朝日ダムの放流と高根第一ダムのコンクリート骨材採取に原因を求めた増田川漁業共同組合は濁水解決を中部電力に対して強行に主張。濁水が平川バス転落事故捜索を困難にさせている一員であると世論に訴え、中部電力が保障に応じなければ高根第一ダム工事現場に実力行使を持って、 工事を停止させるとまで強硬な姿勢をとった。日田川流域の町村長、町村議会議長、下呂温泉をはじめとする町村観光協会なども漁協の主張に同意し、1966年日田川わ、郊外対策協議会が設置され、濁水問題は郊外問題に発展する気配を見せた。さらには、岐阜県郊外対策協議会、 岐阜県議会公害対策特別委員会が設けられる事態に発展し政治問題となった。濁水問題への反発が高まりダムを管理する中部電力は小坂発電所増設、高根第一第二発電所の工事、さらには混ぜ川第一第二発電所計画が遅延、飛騨川流域一貫開発計画は停滞する。 最終的には事態を重く見た岐阜県当局が、仲裁に乗り出し、県の圧線案で収集させるに至った。中部電力は、旭日ダムに、表面取水設備を設置し、比較的正常な貯水池上層の水を放流する、ことで飛騨川の濁水を解消する対策を取るほか、上流発電処分の運用改善と東上電ダムの、 放流水を午後15時以下に抑える、秋上貯水池の正常な水を朝日貯水池に導水し、脱水軽減を図るなどの高級対策を行う、ことで1972年3月、岐阜県庁公害対策事務局との協定締結により一連の問題は、発生から6年目で解決した。岩屋ダムをはじめとする混ぜ川第一・第二発電所では、 長良川と並ぶ、鮎の宝庫であったマぜ川にダムを建設することに、マぜ川上流、下流の漁業共同組合が反発。特に下流漁協は、瀬戸第二発電所の取水元である、西村、弓がかりダムの撤去を求めるなど強硬な姿勢をとった。この件も岐阜県が仲裁に入り両ダムに漁道を新設する、また鮎養殖施設を新設するなどの条件で、 妥結した。中量発電所では度重なるダム発電所建設で漁場が縮小に次ぐ縮小を受けたマス川漁業を共同組合が反対交渉妥結に3年を費やしている。下表は漁業保証交渉において中部電力が各漁協に支払った保証金の一覧表である。このように漁業保証は難航を極めた。漁協としては 水力発電所やダム建設により、制御である漁場が繰り返し失われるため、将来の生活に不安を覚えたための反対運動であったが、電力開発の重要性も認識していたため、最終的には苦渋の決断を行っている。飛騨川は多数のダムが建設されたことで海遊業の訴状が、只見川などと同様に絶望的になったが、一方で、 陸風魚となったアマゴなどが巨大化しており、秋上貯水池などでは新たな漁業資源となっている。日田川の水質管理については、朝日ダム濁水問題の教訓として、高根第一ダムなどにも選択取水設備を設置、濁水防止対策を講じている。2006年7月の洪水においてその効果は発揮され、財団法人ダム水源地環境整備センターより、ダム、 石器管理業務検証奨励賞を受賞している。わらび。根の部分を加工して作られるわらび粉は、日田川上流域の特産品。農業に関連する保障としては、ダム建設に伴う農地水没に対する保障、特産品栽培に対する保障、官業随利権に対する保障の3種類が、日田川流域の水力発電事業では見られた。ここでは、 五人社について解説する。特産品保証については、旭ダムと高根第一ダムにおいて見られた。当時、旭村と高根村では、わらびの根からわらび粉を生産しており、高根村では、特産品として、多額の収入を上げており、生活基盤の一つであった。しかしダム建設に伴い移転する住民の中には、わらび粉の生産が不可能になるため収入の都が閉ざされる。 このため減収に対する保障が求められ、生活再建の一環として保障が、転出住民に行われた。一方、観光水利権に対する保障は、主に農業用水の取水が、ダムや発電所の建設によって、取水量が減少し、十分な考えが行われなくなることに対する、保障である。これは戦前、戦後問わず、発電所建設時に、 水利権を取得する際に交付される水利、使用許可命令書、あるいは水利使用規則において、これら官業水利権の使用に支障をきたさないように、しなければならないと定められているためであり、農業保護対策として、水利権使用の許認可権を持つ、河川管理者が特に注文していた。日田川の水力発電開発の場合、瀬戸大二発電所や朝日発電所、 区区の発電所、小坂発電所において、投主港の新設や取水席からの河川、維持放流によって、環境随利権分の流量を維持する対策が取られており、多目的ダムや治水ダムにおける目的の一つ、不特定利水が事実上実施されている。混ぜ川第二発電所では発電用水利権により、取水される水で農業用水の取水に支障をきたすことから、 新たに用水施設を建設した。東上電発電所では、流域の旧萩原町が、給料地に農地が多く営まれているため、ダム建設に伴う取水量減少に不安を持つ土地改良区が反対していた。またダムから発電所へ導水するためのトンネル工事で、身を掘ったことから、渓流が枯渇したり水が少なくなることで、農業用水11件 800個の水道供給に被害を与えた。このため保証費支払いの他投資工の新設、簡易水道整備などの対策を実施している。1937年に完成した川辺ダムと川辺発電所。左側の魚道と放流用ゲートの間に周運用通路がある。流木に対する保証は主に戦前の一時期に見られた保証形態であり、戦後は 佐久間ダムや長安口ダムなど少数に泊まり現在は実施されていない。日田川流域の山林は、江戸時代は、鴨茂群の一部が、尾張藩の領地として、明治時代は、皇室御領林として管理される美林であった。その総面積は20万ヘクタールにも及び、ヒノキ、杉、モミなどが生育するため、江戸時代以降林業が盛んになった。当時の日田川流域は、 謙遜な峡谷のため、道らしい道は存在せず、木材を名古屋方面に運搬するにはもっぱら流木による輸送が行われていた。流れた木材は、現在の鴨モ七ニヒチ総長シモにいてイに、組み直され、木祖川を下って名古屋へ輸送された。こうした流木が行われるのは、洪水期を避ける意味から、水量の少ない陶器に行われるが、往々にして、 急流河川で流木は実施されていたことから、急流河川で好んで行われた水力発電開発が流木を途絶させるため、流木業者との相性は悪かった。しかも流木が盛んに行われる陶器は水が少ないため、水力発電所は水量を確保するために特に取水を強化する時期であり、 水量が少なくなって流木が支障をきたすことで流木業者の不満は高まる一方であった。これらの理由で電力会社と流木業者の紛争はしばしば激しいものとなった。特に知られているのが小川において浅野総一郎を率いる小川水力電機と必修木材が小牧ダム建設と観光流木圏の有無をめぐり長期にわたって 法廷闘争にまで発展した小川流木事件である。この小川流木事件に先んじ、秘集木材は、日田川においても日本電力との間で、観光流木圏をめぐり激烈な紛争を1920年から1924年まで繰り広げていた。これをマスダ川流木事件と呼ぶ。契機となったのは、日本電力が瀬戸第一発電所を建設する際に、 河川管理者である岐阜県知事から流木県保全のため冬季の流木シーズンには毎秒400立方弱の放流義務を許可条件としたことに始まる。しかし、これを行うと冬季の取水量は激減し、発電能力は最大で2万 7000kW の能力がわずか 2000kW 弱に低下し、発電所として用をなさなくなる。 このため発電所に導水する導水路を流木用水路と兼用させ、発電能力の維持を図る設置案を県知事に提示し、許可を受けた。ところが、日田川の流木を一手に引き受けていた非襲木材は、当初の条件を遵守するよう強硬に意義を申し立て、設置案を是とする日本電力との間で、激しい対立を招き、 セットダムに貯留した木材の流下を促すためのゲートの開放をめぐり両者が一触即発の衝突寸前にまで至った。事態を重視した岐阜県は県議会議長を仲介役として調停に入り木材輸送に関する輸送機関の遵守と流木従事者への賃金負担輸送機関を超過した場合の損失補填を盛り込んだ覚書を 被集木材と交わし、代わりに接中案を、被集木材は認めることで合意が図られ、4年間に及ぶ紛争は解決した。この増田川流木受験以降、流木権維持のためダムには、挙動の流木板である、流木炉を設けて、流木を円滑にさせることが絶対条件となり、川辺ダム建設までは、流木炉や、収運確保のためのレール敷設が行われた。 しかし1934年10月25日に高山本線が岐阜駅と高山駅間で全通したことで木材輸送は一挙に鉄道輸送に切り替えられ流木による木材輸送は衰退戦後は全く見られなくなりダムや発電所建設において流木保償を行う必要性はなくなった下原ダム湖畔を通過する高山本線と 特急アイドビュー日だ。鉄道ファンの撮影スポットである。日田川流域に建設されたダムは、発電に利用されているだけではなく、地域のレジャーにも利用されている。特に、川辺ダムについては、穏やかな水面が、ボート競技に適しており、1970年に、岐阜県川辺想定場が人造湖である秘密湖に、設けられた。 日本ボート協会が認定する国際 A 級ボートコースに認定されており、インターハイなど多くの大会が開催される日本有数のコースで2012年開催予定の岐阜国体のボート競技会場に決定している。また観光の面ではダムや発電所の半数以上が現在のゲロシカナヤマ町に集中していることから旧カナヤマ町ではダムの町として 観光の一つに挙げていた。また、鮎やアマゴなどが、高根第一ダムの人造湖である高根の陸良湖や、岩屋ダムの人造湖である東仙境金山湖などの人造湖で釣ることができる。下原ダムは佐賀を高山本線が通過するが、ダム建設に再始線路が水没するため新たに、鉄橋を設けた。この下原ダム湖を渡る鉄橋は、 高山本線における撮影スポットの一つとして知られ、休日には鉄道ファンが撮影のために訪れている。国道41号や国道361号沿いからは建設されたダムの多くを容易に望むことが可能である。しかし、日田川流域のダムは、ほとんどが管理上の理由で、水資源機構が管理している岩屋ダムとダムの天場が、 生活用道路として利用される、瀬戸ダム、七層ダム、大船戸ダム、マゼ川第二ダム以外は、一般人の立ち入りが厳しく規制されている。発電所は、中部電力の許可を得ない限りすべて立ち入り禁止である。かつては、高根第一ダムも立ち入りが可能であり、冬から春にかけては雪をかぶった乗り倉だけを正面に、望むことができたが、発電所。 ダムの無人管理が実施されて以降は立ち入り禁止となった。国土交通省や水資源機構各地方自治体が積極的にダムを観光資源として開放しているのとは対照的で国土交通省直轄ダムのほか都道府県営ダムや電力会社管理ダムなども発行を開始したトレーディングカードであるダムカードも日田川流域では岩屋ダムしか発行していない。 1911年の関西電力発起人による瀬戸第一発電所など4発電所の水利検申請に始まる日田川流域の水力発電開発は戦後日田川流域一貫開発計画として大規模に展開され1987年の新上浅尾発電所の運転開始まで76年間新規の水力発電事業が続けられたここでは 年表形式で開発の歴史を記す。ありがとうございます。